こんばんは、江端です。昨日、マヨフ卵っての作ったんですよ。まあネットで話題になってる、麻薬が入ってるわけじゃないんですよ。でそんなもん作ったら大変なことになります。でなんで麻薬卵っていうのかって言ったら、まあ、あまりに美味しくて後を引く、ついついまた食べたくなったら食べてしまう。でしばらくするともうちょっと食べたいな。でこれがまるで麻薬のようだから麻薬卵って言うんでしょうね。しかし麻薬卵、作ってすぐ食べられないんです。煮卵みたいなもんだから、タレを作ってそこにゆで卵を入れる。で一晩置く。そうすると味が染み込む。そうするとラーメン屋で出てくる煮卵ですよ、あんな感じになるわけですよ。で昼間から気になってた、冷蔵庫でどうなってんのかなと。で帰って早速食べてみました、3個、普通に美味しいです。でもまあこれはもうラーメンを食うプロに近いから、いろんなところで煮卵を食ってるから、まあ冷蔵庫に入ってその状態で食ったから、まあ冷たいわけですよ。やっぱあったかいラーメンに入ってるっつってね。あれでも難しいな、何がうまいかっつったら何食ってもうまいような気がするけど、味が染み込んでるのもあるし、そんな味が染み込んでないのもあるし、ただ何が一概にいいのかとは言えないけど、まあ普通に美味しいなと思ってたんですよ。食べて30分ぐらい経過か。そしたら息子がまあ冷蔵庫開けて、パパこれ何？いや昨日作ったね麻薬卵って言うんだよ。え？麻薬が入ってる？入ってないよって。だから今言ったようなことを説明して、今卵買いに行こうと思ってたんだよね。食べて、いやもちろん食べていいよって、いくらでも作るからこんなのって。で、まあ、食べたらすごく美味しかった、まあ、そんなので、まあ、息子はね顔出しとか嫌がるんですよ。だから音声だけ撮ってみました。音声の和田君、さっき3個食べたよな、あと4個の子で4個全部食べちゃうよ。それは食べる。いやいいよ、作ってやるからそんなに食べれないって。でこれでもうまいだろ。作ってよかったよ。いいさじ加減だよ。うまい。うまい。これうまいと思うよ、どう考えても。このネギとね合わせて食うとうまいだよ。